北九州市は民間の視点を市政へ取り入れようと、企業家の男性をアドバイザーとして就任させる人事を発表しました。北九州市が新たに設ける官民連携ディレクターに就任するのは山本良太郎さんです。山本さんはソフトバンクグループで投資マネジメントに従事するなど、民間企業で投資や経営、2021年福岡市に移住し起業に携わってきました。 来られて、やっぱり彼が持っているこういうさまざまなノウハウというのを北九州に注入していただきたいということ、そして民間投資の呼び込みですね、人脈とかさまざまなものも持っているので、やっぱそういったところでも期待をしたいですし山本さんは企画調整局に所属し、行財政改革を行う官民合同チームとは別に、各部署を横断しながら、市政全般で民間視点のアドバイスに努めていくということです。